こっちの髪の毛はバッサバサなんだよね、アイロンかけたらピュン。え、すごくない？ピュン。るーちゃんこんにちは、のりかずさんこんにちは、こうたくんこんにちは、あゆさん、キラキラパパチさんこんにちは、えいさくさんこんにちは、しゃまさんこんにちは。この左右のバラバラさがすごい。こっちは結構綺麗にシュッってなったんだけど、こっちは全然綺麗になれなかった。なぎらさんこんにちは、遊びに来てありがとうございます。みやさるさんこんにちは、ありのとさん、初見さんこんにちは、君かわいい。ありがとう、くどかれちゃった。見に来て、え、本当に？でも昨日もなんかそういう方いたな。イエーイ。でもお昼にこういうなんかラジオじゃないのは久しぶりかも。確かに。カメさんこんにちは、ツインテールかわいい、こんにちは。今日これであの通販チェキ取りました。見て、メロンソーダ T シャツ。こんにちは、静かに視聴です。ありがとうふみさん。あゆ。いいよ、あゆって呼んでも。さては昨日体を横向きにして寝たな。え、横向きにして寝たんだけど、あのアイロンしてこれやばくない？アイロンしてこっちは復活したんだけど、こっちは復活しなかった。超ずっと横向いて寝てたのかな。在宅勤務中こすり、ヤギタありがとう。ちょっちおさぼり、視聴時間もありがとう、シャムさんありがとうございます。皆様本当にお昼の13時から来てくださって、なんかメイクする予定が日常であったら、その日は配信とかもできたらいいなって思ってて、今日も明日もメイクするかなって思うから、できるかも。明日は夕方になるかもしれないけど。マッシーさんこんにちは。さっきなんか TikTok を撮ろうと思って、私結構この上半身というか、なんだろう、このこれぐらいのこれぐらいの画角で撮ることが多いから、ちょっとなんか全身のダンスとかもやってみようかなって思って、めちゃくちゃ一生懸命 TWICE さんの曲をさっき覚えてたの、覚えて、で撮ろうって思ったら、なんか音源がね使えませんみたいになって、でえ、なんでだろうって思っていろいろ調べて、音源は使えるようになったの、使えるようになったんだけど、なんかこの切れなくて、音源がもう1曲まるまる流れちゃうみたいになって、で切れなくて、切ろうとしてもなんか全然うまくできなくて、取れませんでした。せっかく覚えたのに YouTube を見て。つまりあゆちゃんは日常はあんまりメイクしない。メイクしないです、全然しない。学校とかも普通にすっぴんでいきます。余裕で。バレたら消される。え、バレないようにしてね。じゃあヤギタがニヤニヤしないようにしないと。大ちゃんこんにちは。あれ、天使ですか。天使の輪っか。日野瀬丸さんこんにちは。松さんこんにちは。初見さんありがとうございます。
嬉しいです、来てくださってコメントもしてくれて Thank you。 そうだから TikTok をはまた同じような画角の同じような投稿がいつの日かされると思います。今日はね、昨日撮った TikTok をあげる。なんか昨日の服で撮ったやつをあげます。いや本当になんか何が流行ってるのかとかが分からなくて、流行ってる音源とか本当に分かんないから、なんか教えてほしい、マジで全然分かんない。なんかね、流れても来ないの。おすすめ APEX の動画ばっか見てたら、おすすめも全部 APEX ってなっちゃって可愛い女の子とか流れてこなくなっちゃったの。だからね、分からない。たかひんさんこんにちは。あゆちゃん輝いてるね輝いてる、本当に輝きたいです。輝けてたら嬉しい。てかあゆシェアしたよね、してたよね確か。ラブチのインフルエンサー、え、ラブチのインフルエンサーですか。インフルエンサーってさ、分かってるけど意味そうかな。23日スパドキ、おお、やったスパドキ、嬉しい、平日に会えるんですね。マタロウさんこんにちの、こんにちの、ありがとうございます、来てくれて。今はフルッパーばかり、確かにそれはめっちゃ聞くわ、こういうやつでしょ分かんないけど、あの私の一番可愛いところみたいな曲だよね。確かにそれはめちゃくちゃ聞くわ。っていうかツイッターでね超流れてくる。あの私がフォローしてる方で、そのルッパーさんの関係の方なのかわかんないけどいて、なんか超流れてくるもう輝いてるんです本当に、やったぜ。キラキラキラ、せっかくダンス覚えたんだし、ライブでラブチの曲に合わせて覚えたダンス踊ったら合わないでしょ絶対。あのね TWICE さんのね What is Love っていう曲を覚えたっていうか、そうサビだけね、ちょっとやってみようって思ったんだけど、できませんでした。シェアしてた、まるっ。おすすめのアイドル TikToker、 ルルネージュの清水さん、ベンジャスの日高さん、ほう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 、毎日とか上げてるんですか。本当に TikTok ってマジで難しいなって思った。まあさ言うて何でもいいじゃん上げるのは別に。そのなんかあいもこの前変なあの定期公演の時の謎の打ち上げ花火連続動画を上げたけど、まあ言うて何でもいいじゃん。なんかそこがさらに難しい。なんかもうこういう音源に合わせて踊るのしか上げられないみたいな感じだったら簡単だけど、なんか何でもいいよって言われるとめちゃくちゃ難しい。ニッコニコニタン、あゆ解禁全部合わせてた。うちさんこんにちは。ホンダのバイクは見てますか。それは YouTube の方だよね。 YouTube は見てないですね。最初の方は見てたんだけど、なんかあんまり生放送とかは見れてないですね。でも本田翼さんも TikTok やってるよね。すごい、一発目の投稿もめっちゃボーンって言っててマジですごいなと思って。好きな人こんにちは、ありがとう。イサムこんにちは、ありがとうございます、来てくれて。
つだって自由は難しい。深掘りマスターのあゆちゃんは、深掘りマスターじゃなくて深読みマスターね、あゆは。深掘りってなるとまたなんかちょっと違ってくる気がする。考えすぎちゃう人の TikTok 見てない。 TikTok マジで全然見てない。だからあの Apex の TikTok しか見てない。マジメンバーとおたるさんとあとなえなのちゃんとか、あとあのなこなこカップルのなごみちゃんのことをフォローしてます私は。あのアカウントで。あとももこさんのこともフォローしてるから。おさぼりバレそう？バレないところでいってらっしゃい。TikTok の方はねチラッと見ましたよ。でもなんか失敗したバージョンとさ成功したバージョンみたいなの載せてたよね本田翼さんは。成功するまでみたいな。たましんさんこんにちは。あ、ゆうさんこんにちは、ありがとうございます。さきすきこんにちは、ありがとう。リボンつけたけどあんま見えなかったな。見て、ね、まあ TikTok は難しいけどちょっと頑張って私なりの TikTok 投稿をしていきたいと思います。頑張るわ。まあ、あ、そう、あとブログも朝あげたんだけどまだツイッターにシェアしてなくて夜しますね。でもよかったら見れる方は見てください。アプリ入れてる方とかは超まとめたから。今日はお休みなんですか？今日はね、さっきオンライン授業がありました。お仕事はないです。お仕事はお休みなんですけど学校はオンラインでありました。あと課題をやらないといけないんですよ。なんか今日はこの配信が終わったらメイクを落としてお昼ご飯を食べて課題を4つもやります。えらい。てかさ、なんかこの前私なんか授業で小テストみたいなのがあってなんかすごい計算問題みたいなのやらせたので、超計算問題をやってめっちゃ頑張って、あ、これでいいんだって思って、でなんかそのズルできないように途中式も全部書きなさいみたいな書いてあって、で途中式も全部書いて出したの。そしたらね、そっからさらにまたなんか計算をしなくちゃいけなかったらしくて全問不正解だった。やばくない？本当にもうこの全問不正解っていうのは本当に人のやる気をですねなくしますね。てかずるい、その書き方がずるいんだ。だってさ、そこまで計算できてたらさ別に良くない？なんでそっからさらにさ計算させるんですかっていう感じだし、本当にもうやる気がなくなってしまったんですけど、ちょうど頑張ります。てかさ、普通に小テストさ全問不正解で単位取れるのか問題があるんだよね。単位がさもう取れないことが確定しているんだったら普通に履修停止したいし、まだチャンスがあるなら頑張る。本当にやばい。告知の、そう告知のあげました。ブログ見てやめてみるけど、でもそれ、このブログも2日前ぐらいに下書きに保存してたやつだから、あの石川の指名入場特典とか6月の何日かのアイドルアラモードとかのメモに入れられてなくてブログの方に書いちゃった。オンライン授業、そうオンライン授業をやりました。あゆちゃんまるで大学生みたい。大学生ですよ、私は頑張っている。お仕事中なのでモグリンです、ありがとう。ね、本当に最悪、もうマジで
え、ちょっと見てみようかな。なんか点数とか反映されてんのかな、これ。あ、ふみさんファイトギフトありがとうございます。嬉しい、頑張るよ。じゃあじゃあっていや全然もう頑張ってないよ。やることをこなしているだけ。あ、これじゃない。やばい、みんなとさっきフルッパーさんの話したから曲が頭の中にめちゃくちゃ流れてる。私の一番可愛いところに気づいてるってやつが超ね流れてくる頭の中に。昨日の夜は心配すぎてハゲたけど復活しました。あと3日頑張ればある。3日、イエーイ。3日はすぐだよ。もういくつ寝るとってやつですね。お正月にはあんなんでるるるんるんるるるるるるなー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 。あ、特に点数とか書いてないわ。また問題が無理やて。はあ、本当に計算できないんだよね。なんだ、ゆうちゃん毎日頑張ってないのか。毎日頑張ってないですよ。みんな毎日頑張ってて偉い、本当に。お仕事とか、私は毎日本当にダラダラ生活しているだけ。次のラブチ現場が6月になる。え、全然会えないやん。6月、やば、マジか。悲しい、それは。リボンかわいい。これ、3コインズで買いました。300円か。100円 ?3 コインズじゃないかも。100均かも。100均で買いました。なんかこういうさ、小さいリボンが売ってるお店とか皆さん知ってます？まあ、知らないと思うけど、知ってる？なんかさ全然なくて知りたいんだけどな。ヤコチンさんこんにちは、初見です、ありがとうございます。今はですね、オンライン授業の話とかしてますね。学校の話してます。大学のツインテでオンライン授業受けたの。あのカメラはつけないので、カメラもマイクもミュートで、ただ先生のお話を聞くだけのオンライン授業です。でもまあツインテではなかったけどね。オンライン授業をやる理由としては、その受講生が多くて、そのコロナの感染拡大防止のためっていうあれだから、オンライン授業のやつはね、受講生がね200人以上います。だからカメラをオンにすることもないし、あのマイクをオンにして何か発言するっていうこととかもないです。まあ去年とか一昨年はね、人数が少ない少人数の英語とかそういうのも全部オンラインだったけど、最近はね人数が少ないところはもう学校に通うって感じで、あとはまあ先生自身のその感染が心配される方とか、結構遠くからいらっしゃってる先生とかもいて、そういう方とかはもうオンライン授業って感じなんですよね。
こんなにこんなの頑張ったうちに入らないってストイック発言ってこと？かっこよ。かっこいい。でもあゆはね、頑張ったのハードルラインがね超低いので、よくさ今日は頑張ったからいっぱい食べようとか甘いもの食べちゃおうとかあると思うんだけど、毎日食べてます。昨日もマジで何もしてないのに免許の更新で、あの初回だったので2時間講習があったんですよ。で2時間受けて頑張ったからっていう理由でスタバを飲みました。にきしろさんこんにちは。何のお店？今ちょうどコメント読まれたところで圏外になった。あのこういうリボンとかを売ってるお店を探してる。もうそれ先生の配信ですな。いやそうなんですよ。でも私がこの受けてる授業の先生は、そうやっぱり先生がさ一方的に話してる授業つまんないと思うから、2回に1回ぐらいはそのなんか課題を解くだけの授業で、オンラインでこう配信とかもなしっていう風にやってくれてるのね。だからまあ先週も今週もこうZoomで授業を受けたんだけど、多分来週はそういうZoomの授業はないけど課題を出すっていう授業、まあそうやって先生なりにうまくやってくれてる。キディランドの1階とか竹下通りのマック近く、あー原宿か、行きたくない。本当にああいう友達と渋谷とか原宿とか新宿とかマジで行ったことなくて、いやあるんだけど行きたいって思わないんだよね。人が多いところが苦手だから。少人数なのは投稿なんだ。そうそうそう、少人数はさその座席の間隔を空けて座れるじゃないですか。もう今大学もさ、ここの席は座っちゃダメですとかなってんの。隣になれないように、ここの席は座っちゃダメ、ここの席は座っちゃダメってなってるから、多分150人とか入れる教室でももう半分とかしか入れないんだよね。臨機応変になってる。そうそうそう。どんしまさんこんにちは。こんにちのこんにちの。あゆたんスキペロ暑いよね。昨日も今日も暑いですね。嬉しい。でもやっとなんか暖かくなってきてくれて。自分に甘い人はやみにくいから安心。本当？でも別にそんな皆さんやむんですか？聞いといて行きたくないとかなく、え違うやん、ルーちゃんが言ったから行きたくないとかではなくて、人が多いからって意味じゃん。ユザワヤ、ユザワヤってなんか聞いたことある。ユザワヤ、つながった電波悪かった？渋谷や原宿のアパレルショップより新橋の居酒屋にいそう。何の話？何の話をしてるの？今このリボンをどこに売ってますかっていう話だから。ソニプラ？なかなか難しいですね。オタクは常に病んでるもの。携帯熱いので落ちます。ありがとうゆうさん来てくれて。バイバイ。大きいショッピングモールにもそういう店あるけど人が多いから除外だな。え、なんかね電車に乗りたくない。あゆはわかる？なんかめんどくさくなっちゃう電車の手前で。可愛い小物はメルカリとかで買うのがいい。そうなの？でもあゆはその前カードが乗っ取られたっていうか、
あの使われた不正使用されてからマジでネットでの買い物が怖くなった言うて全然買ってるけどなんか怖いなって思うよ、ね、リボーン生まれる小西がいそうなところそうですかヘアアクセ欲しいなら買ったけどいやいやいやそんなもんルーちゃんとお揃いなら買ってほしい。あ、山の中にいるから電波が悪いってことね。リボンか。日暮里にそういうお店。日暮里？西日暮里。生地を買って自分で作ったりはしませんどうやって作るんだろう。うん、メルカリだと個人の人が手作りのやつたくさん売ってる。あー、なるほどね。インスタとかにも確かにでもあるかも。手作りのなんかスマホケースとかもさあるよね。トシヤッホー。あ、タンプレの靴下お揃い。じゃあお揃いですね、いっぱい。まあまあまあ、じゃあリボンはあゆが探しておきますね。でも今の衣装はいいんだよ、リボンあるから。前の衣装の時の髪飾り結構でかかったじゃないですか、ピンクの衣装の時。それ用にこれもね買った。なんかそのみんなで髪飾り自分の持ってるやつにしようってなった時に、あ、いや、ボブだったからリボンとかも何も持ってなくて、ピンとかもだからね買いました。最近は髪が伸びてきたからね。好きなアイドルさんがベースとかで女の子向けのグッズとか売ってる。おー、そうなんや。買おうかな、じゃ働いてくるわ。じゃあね、じゃあね、ありがとう。よいしょ。今何の話してたっけ。やば記憶力やば。心配になる。しんさんこんにちは、ありがとうございます。あ、そうだ、ツインテールをして学校に行くのってやっぱり恥ずかしいことなんですかねっていう話をしようと思ってたんだ、考えてたんだ、ずっと。ツインテールって言ってもお下げね、ここら辺の低いやつをして学校に行くことはなんか恥ずかしいのかなって思ってるんだけど、あゆは、あゆはっていうかあんまいないじゃん、大学生とかで二つ結びしてる人とか。なんか悲しいんだよね、ちょっと。学校でもしたい。鎌倉さんこんにちは、かわいいね。本当ですか。歌おうかな。でもちょっと明日ね、
仕事なのであんまり高い曲は歌えません。低い曲にしよう。恥ずかしいのかな、別にいいと思うけど痛いとか言う人時々いる。いやそれなんだよね。前一回ね、まだ髪短かった時に二つ結びしてたんだけど、なんか視線が痛かった学生ってストレートかポニーテールの二択しかいなくない？あー確かに。でも巻いてる子とかはいるけどね。あとね、髪の毛の色が奇抜、なんか半分金色半分ピンク色みたいな人たちばっかり。女の子は暑いと結びたくなる。そうで、ああいうポニーテールするとね頭痛くなっちゃうの。なんかゴムの締め付けが強いのかわかんないんだけど、だからツインテールの方がねいいんだけど、なんかね恥ずかしくてできない。アイさんこんにちは、ありがとうございます。小さいお子さん、あゆちゃんは私の不動のありがとうございます。不動の一押し。痛いくらいに視線くるのか。そう、友達にはえあゆ今日二つ結びなの、かわいいって言ってもらえたんだけど、ちょっと周りのね目が痛くてやめましたあまりやっている人いないから珍しくて見てるんじゃない。いや確かにそれはあるか。しかもその時めっちゃボーイッシュな格好してツインテールしてたから、なんか何事って思ったのかもしれん。可愛いとつい見てしまう。いやでもそんな学校ではオーラ控えてるんで、やっぱり出ないようにちょっとオーラをこう抑えてるんで、そんな可愛くないと思います。土屋さんこんにちは、配信ありがとう。そろそろ会議の時間です。お仕事戻ります。ありがとう来てくれて。大変だねみんな、会議とか。だからアイドルでしかツインはできないから特権ですね。アイを初めて見た時はツインだった。そうツインだったでしょ。アイちゃん念の力者の使い手だったのか。何ですかそれ じゃあちょっとこの男性の曲を歌えていきたいと思います。光に変えていくよ、どんな暗闇も夢みたいな、とりあえず愛よに生まれる明日が眩しく光るよ。
これみんな聞こえてる？また止まった。あゆの方がまた止まった。なぜ？ちょっと待ってな。最近止まるんだよねカラオケが。これみんなの方には聞こえててもね、こっちが止まるの。ちょっと待ってね。聞こえる？染まる光の中で輝く七色の希望はあなたが僕に教えてくれた絶望の底に飲み込まれそうなんだ。いつだってあなたを連れていく。いでまるさんこんにちは。終わりがある場所でやっと巡り会えた。選んで選ばれてあなたといる一人じゃない。光に変えてゆくよ。20個か。ありがとう。このマイクがさ、音が終わった後のマイクのさーっていうのが長すぎない？長くない？ちょっと恥ずかしいんだよねあれ。声がさ響くから。好きすぎて涙が。一緒ありがとう。仕事頑張ってね。ありがとう、見に来てくれて。今コメントってとこだけ見てたから、ふみさんの星投げてくれたの。なんで何も通知が来てないのに星がって思ってた。ありがとうございました。あ、みんなにもさエコーかかってない？最後の曲が終わってちょっとの時まだサーサー言ってない？こっちだけなのかな。みんながなんか変じゃないって思うんだったら出てくる。はい、もう40分早いな。カラオケ配信したことないから、やってみてください。カラオケ配信でこれみんな別にさ配信できるんでしょ？だってアカウントがあればちょっとやってみてほしい、みんなに。
の表示、あ、ダムの表示が出てる間はエコーかかってる。え、そうだよね、やっぱエコーかかるよね。なんかそこでシャカシャカ言うのがなんかってなる。あゆはアカウントで配信者登録すればできる。おー、配信者登録っていうのがあるんだ。ワイ配信したことあるよ、2000人来て。えすごい、めちゃくちゃすごいですね。あ、今久しぶりにみんなで配信したいな、ショールームのあのラブチーノのグループのアカウントでみんなでやりたい。パニーさんの配信に行こうじゃあやったら教えてくださいね、ちゃんとシェアしてください見に行こう。歌うの苦手だからゲーム配信なら。え、これさ、ゲーム配信ってさ、なんかメンバーとかもよくやってるけど、画面とかどうしてるんですか？画面見えないのに。なんかあゆはやっぱこのゲーム配信って言ったら画面をここに反映させてやりたいから、ショールームではあんまやらないかな。推しがこっそり見に来そうだからそれ以来やってない確かにこっそり見そうです。何やったんですか？でも歌ったりとかしたの？推しの魅力について語ったのかな。そう、でも今度ね、あゆね、ブログにね、ゲームのことも書いたんですよ。いつか明日か明後日かにあげたいと思うのでぜひ見てください。多分ね、あゆちゃんクソ暇人じゃんって思うと思うけど、忙しい忙しいとか言ってさ全然暇じゃんって思っちゃうかもしれないレベルの内容なんだけど、ちょっと見てください本当に自分でブログ書いてて、この前その大学の授業とか忙しくて配信の時間とかあんま取れなかったりしちゃうかもみたいな内容のブログを書いた後に読むブログじゃないなって思ったそういえばグループの方動いてないですね。そうなんですよ、せっかくグループの方は1200人ぐらいいたんですよ、フォロワーさんが。で、あゆ的にはもうみんな的には分かんない、これはマジであゆの意見だけど、なんかグループのそのショールーム1本でグループで月に2回とか配信する方がいいと思うんだよね。いいと思うっていうか、それがしたい私は。なんか個人のこのルームとかでもなんか結局みんなさ、時間かぶんないようにずらしたりとかするじゃん。そうだったらもうグループのやつでみんなで配信したいんだけどなーって思いながら生活しております。生写真を買ってそれの開封配信。おー、サイン出て湧いてましたいいですね、面白い開封動画。いいね、いいね。あゆも誕生日プレゼント開封動画やればよかったかな、じゃあでも誕生日の時にもらったみんなからのお手紙を読んでマジで泣きすぎてやばかったから、多分配信はできなかったと思う。みんなが本当になんかいいことっていうか、なんか普段さ、まあ、やっぱり言われないような言葉をお手紙に記してくれるじゃないですか。だからもう感動しすぎちゃって泣きましたけど、あゆはなんか目がね腫れてる方がいいんですよ腫れてる方がいいっていうか、なんか腫れてる方が自分的に好きな二重幅になるんですよ。そう、なんか安定してない、このこれがまあ多分普通なんだけど、
なんかね、これ普通なのかな、これが普通じゃない時もあるんだけどなんか変わるのコロコロ幅がね。で泣いたりとかして腫れてる時の目の方が好きなのから、そうっていう話をメンバーにしたら、毎日泣かせてやろうかって言ってくれたメンバーで金沢での配信は、金沢での配信はできないと思います、日帰りなので。リンはねもう先に多分石川に帰って、帰りも多分残ると思うので、メンバーで全員でっていうのはきついかな金沢では、うんうんうん、なかなかね。でも土日はライブがあって集まれないから難しいかもだけど、もうそういう日を作りたい。本間さんも夜更かしして熊ができた方が漏れる熊っていうかあれだよね、涙袋が見えるってことだよね、多分熊ができるとここが黒くなるから涙袋が強調されてってことだよね。まあそういうのあるんだよね、みんな多分。あゆは本当に腫れた目ん玉の方が好きです。まあでも何も言われないけどね、なんか腫れてたりとかしてもなんか今日目違うねとか言われないからあんまり差はないのかもしれない。いのちさんこんにちは、初見さんありがとうございます、来てくださって。今はな、何の話ですかねこれ、顔顔の話してます。前乗りじゃないんですよ石川は、日帰りなんです。なので朝行って夜帰ります。悲しいけどご飯を食べられれば大丈夫。アッキーさんこんにちはありがとうございます。課題が送られてきた、ちょっと待って充電がない、よいしょよいしょよいしょ。ねえやっぱこれ充電器を挿すとさ電気チカチカするわ。暗い、まあいいか。お昼ご飯何にしようかな。夜はカレーなんです、夜ご飯はカレーだから、お昼はなんか買いに行こうかな、買いに行こうかな。ただいま、おかえり。今左足のふくらはぎだけなぜか筋肉痛なんですよ。なんでだろう、本当に不思議なんだけど、右はマジで1ミリも筋肉痛じゃないのに左だけすっごい筋肉痛なの。なんでだろう。僕はパスタ巻きたいです。パスタ、あゆ昨日一昨日かなパスタ食べました、パスタ巻きました。あゆはね粉チーズめっちゃ使うから、コストコの、うん、超でっかい粉チーズを買ってるんですよ。昼中華食べた、いいなー、ラーメン食べたい。あでも朝ねカップラーメン食べたわカップラーメンとウインナーと目玉焼きを食べました。朝は寝方が悪かった。寝方悪くてさ筋繊維が破裂することってありますか。カレーのトッピングは何が好き、
なんだろう、チーズも好きだけど目玉焼きも好きですね。あとカレーはね、ちょい辛い方が好きかも。甘いよりもちょい辛の方が好き。唐揚げとかも好きです。海鮮丼食べたい、食べたい海鮮丼は。あゆも こないだクシナとツーショー撮ってました。あ、撮りました、クシナゆちゃんと。パンなんですか、ヨコチンさん。あゆあゆコンビで撮りました。今日のお昼はマルゲンのカップ麺。やっぱカップ麺ってさ美味しいよね。あゆも辛ラーメン作ろうかなと思ったんだけど、ちょっとお鍋が空いてなくて作りませんでした。ね、お昼どうしようか。くれないさん、こんにちは、ありがとうございます。あのね、ライブでね頑張りたいことを見つけたの、あゆは。だから次のライブは楽しみにしててくださいね。いや特になんかそんな、なんか急に側転し始めるとかそういうのはないけど。マイマイ2個目の資源、2個目、そうなんだ、いいですね。あゆちゃん推しですか？こんなこと聞いていいのかわかんないけど。まいまいさんかわいいね。急に作戦はなく、まあ作戦する曲ないけどね。後ろとかでさ、ああいう急にやってるかもしれん。最近あゆがハマってるのは、宮脇さくらちゃんが新しく入ったグループあるじゃないですか、韓国の。知ってますか皆さん、ルセラフィムっていうグループがもう超好きです。かわいい、みんな、まあ、韓国語全然わかんないから何にもわかってないけど見た目とかスタイルとかがマジで理想で、みんなかわいいなって思って見てる。なんかあんまりそのアイドルさんとか、こうなんだろう、同じ同世代のアイドルさんとかはあんま好きだなとか、な好きだなってなんないっていうか、あんまり知らない、知るあれがないけど、そういう韓国の方とかめっちゃ好きですね私は。お昼はお寿司、いいなお寿司。でも石川で美味しいご飯が食べられると信じて私は行きます。素朴に物推しですが、クシナに毎回浮気してますそうなんだ。ちなみに第一ゲームはヘッティブです。あ、そうなのね。そう、クシナゆちゃんは高校の先輩なんですよ。高校が一緒で全然話したことなかったけど、そうだから知り合いでした。フェスティブさんもでもすごい長い、長いですよね。もうなんか私が、ま、昔アイドルやってた時に結構一緒に活動してた方とかはもう解散とかしちゃったりとか、まあ、メンバーがもう全部全員変わっちゃってたりとかするグループさんが多いので、本当に昔からいるアイドルさんってなかなか
見ないですね。ワーストさんとかにじまつさんとか。でもにじまつさんも解散しちゃうもんね。ちゃんと行きたいお店をリストアップして小田原に入れた方がいい。そうだね。生さんに見せた方がいいけど、なんか申し訳ない気持ちになる。なんかご飯の画像っていうか、このここ行きたいですっていうのを送って、なんか申し訳ない気持ちになってしまう。そんな関係なんだ。そうなんですよ。転校少女もちょっとやってまして、おありがとう。もう57分やね。当日にここ行きたいって言われた方が困ると思う。いやまあね、確かに。でもなんかこいつご飯のことしか考えてないって思われたくないんだけど。なんか送りたいけどさ、この人ご飯のことしか考えてないって思われたら嫌だな。じゃあ告知は、あの私のブログにもう超いっぱい書いたので、あのぜひ見てください皆さん。6月もねいっぱい今決まってるので、ご飯大事。じゃあご飯大事。あとミスチル桜井さんの息子さんのテレビ、あありがとうございます。そうありがたいですね、紹介していただけて。ありがとうございます。仕事すると分かるけど、ご飯は大事。そうだね。でちょっとメンバーと話すわ、どこ行きたい。てかまずね、ご飯を食べられるかどうかも分からないの。なんか食べたいって言ってるけど、まずご飯を食べられるかどうかも分からないし、そこからなんだよ問題は。今はとりあえずご飯食べたいですっていうのをアピールしておかないと、食べる時間がまずないかもしれないんで、ちょっとね頑張らないと。遠征のモチベはほぼご飯。うん、まあそういう、そうだね、まあそういう感じでもある。せっかくの機会だからご飯のこと考えようよ。ステージしっかり見せればいいわけ。ご飯のこと考えるか。寝る、飯大事。大事、本当に大事大事。てかあんまりでも地理が分かってなくて、どこの駅がも金沢が最寄りなのかな、その会場の。あんまり理解してないけど、ちょっと調べてみますね。はい、ではそろそろ配信は終わりにしようかな。ななさんこんにちは。しゅけんさんありがとうございます。よかったらルームのフォローとツイッターのフォローもお願いします。金沢駅かっこいい。かっこいいの。てかあれ、高輪ゲートウェイ駅で降りてみたいんだけど。降りたい。乗り換えしかしたことない。金沢駅だからだとちょっと遠いけど、バス一本。あ、そうなんだ。なるほど。じゃあ今週末は石川で皆さんお会いしましょう。タラゲートウェイ、え、降りてみたくない？
なんかさ、超一時期すっごい話題になったじゃないですか。でも通り過ぎるか乗り換えするかしか行ったことないから、ちょっと降りてみたいんだよね。無人コンビニって、え、無人コンビニあるの？それは知らなかったわ。まだまだだ、行きたい降りたことないよね。なんか意識して降りてみたいですよね。見たい駅をじゃあちょっと高輪ゲートウェイの報告待ってます。かっこいい、マサさん全部かっこいいって言って全部かっこいいじゃん。話題になった。